あー、いたたたた。あー、ティップが折れちゃった。そこでコンドルティップ、有効成分、ちょうどいい硬さが、硬すぎない最適なティップを実現してくれる。へー、ちょうどいい。コンドルティップ。ジャンはね、ジャンっていうかスミレス選手はどう考えてるかですよね。はい。さあ、そして坂本伊代選手。ちょっとね、力みが取れた感じしますね。うん、坂本選手特有の力みっていうのがあったんですけど、はい、オリエティ巻きスカーとか どうなんですかね、巻きスカー。オリエティ腕の振りいいっすね。さあ、そして坂本伊代選手。ここの辺ですよね。ダーツを上に上げれてない。ちょっとリリースとフォロースルーのところが少し良くない。まあまあ浜田選手もここ今悩んでるところですよね。同じ悩みを抱えてる2人。だからここですよね。リリースで、でもこの力み方だったら入んないですよね。入んないって言ったら悪いんですけど、まあ描きにくいんですよね。坂本選手。ちょっと浜田選手もちょっとまだつかめてない感じですね。やっぱフェニックスカップはヤンマ、メイがいないとな、すみませんね。え、そうなんですよ。でもいいじゃないですか、新しい選手も出てきてますし、いいですね。今のいいですね。ナイスアレンジ。フォームだいぶ変わりましたね、坂本選手。ナイスアレンジ。やっぱ振りすぎてる感じしますね。さあ、坂本選手。さあ、ここ力むといけないですよ。でもうちにね、思いっきりね、リラックス入れるつもりでね、ああ最悪のアレンジですね。これはバーストでもいいんですけどね。はい、バーストでもいいと思いますね。もうあれ、あそこはですね。さあ、5-1からの、ブル残忍ですね。ブルからの、ここですよね。やっぱダーツが上がってないですよね。上がってないってのは上に上がってないってことですけどね。さあ、ここはもうね、楽に投げれる坂本伊代選手。もう内でいいんですよね。ですね、そういう気持ちで。伊代さんはトリニダードテスターとか、いやいや、
だからそこも意識ですよね、やっぱり、うん、意識、やっぱりこうなりたいって気持ちは欲しいですよね、はい、今ぐらいの腕の振りだったらいいですね、2投目、3投目ちょっとあれですよね。プレミアメンズの決勝は誰と誰ですか？注ぎ翔太と西哲平ですか？こんな感じで上にダーツが上がってくればいいですね。うん、今ぐらいの3投目の振りがいい感じですね。ジャンは注ぎ翔太だと思いますけどね。プレミアの決勝は西哲平、注ぎ翔太。注ぎ選手ね、ビギニングでも優勝を飾って、ビギニングと同じ顔合わせだよね、久留米大会。あ、オフだっけ。あ、失礼しました。あ、木村さん負けた。いやいや、注ぎだよ、2人やってたから。さあ1投目のブルが入ればトライまで行く。あー、すんばらしい、160ハイオフ。注ぎ選手、今年なんか良さそうな感じしますけどね。肘が下がらなくなりましたからね。あ、いいところにコークつけましたね。さあ、坂本伊代が先行、そして濱田織江がクリケットか。坂本選手とかいいキャラクターしてますもんね。面白いですよね、彼女。さあ、まずは20オープン、これだけ。うん、いやー、いいですよ、このオープンが大事なんです。そして浜田を横振れ。まあ下からね、あ、広いところ使ってね、滑り出しはね、合わせていく感じでいいと思うんですよね。はい、さあ加点からのカット。
決まるのか。よっしゃ、よっしゃ、ちょっとノーセットアップ投法みたいになってきましたね、坂本優選手。さあカットきっちりして、ナイス。この辺ですよね、浜田選手パーフェクトでも優勝経験のあるこうベテランのこの技みたいなね。さあ加点からのカットせず打ちや、あくまでも打ちや。このワンマークは痛いですね。さあこれで坂本選手が楽になります。ノンプレッシャーでいけますよね。カットからの加点まで。左ズレが多いですよね、浜田選手。ここねのところクレバーですよね、広いところから、とりあえずミスを自分はやらないぞみたいなね。浜田選手こうなればもうトリプル狙っていかないとダメなのでミスが出やすくなりますよね。こうなりますよね。な、坂本選手がね楽になりますよね。さあ広いところ。そうですよね。そして15。ダーツが観戦だけでお金取れるようになると思いますか。あ、なると思いますよ。はい。さあカットからの、もうこれはブルーでもいいですよね。ツーエリアも持ってますので。お、これあまりなし行くのか。あまりなし、お見事。おめでとう、あまりなし。坂本優、じゃあ坂本優ちょっと呼ぼっか。いやー最後あんまり、ね、今年一発目のあんまりなし、うん、さすがです。あ、おめでとう、初優勝。お、さすがだ。あー嬉しい、マジこんな感じ。はい、おめでとう、ナイスターツ。見事初優勝。はい、サムディオなんか、嬉しい。ねえ、ナイス。ちょっとフォロースルーが変わったね。あ、うん、いや、はい。なんで？ずっといつもやっぱちょっと、はい、
特訓しました。あ、特訓したの、うん、あ、注ぎっぽくなった。注ぎっぽくっていうか、うん、また注ぎも変えて多分2ヶ月くらいなんですけど、注ぎがどの子ではないですね。なんでこういう感じになったの。もともとこうしてこう、あのテイクバック短かったんですけど、うん、もうなんか一歩過ぎみたいか、うん、ってこう、うんうんうん、こうなりよったから、うん、ちょっと前に一回こう出して、うん、スッと投げるっていう。でも前に出してもやっぱなってるんですけど、うん、タイミングが合った時はすごくいい、うん、タイミング合った時は でも、ね、下に外してるじゃない、はい、あれがね、あ、気をつけないとダメだね、はい。いやでもすごい、はい、おめでとうございます。でも力んだ時は下に行くね。そうなんです。ね、あれやっぱダーツ上に上げていかないとダメだね。だいたいいつも気合入ってる時は下に外れるんですよ。そうそうそう、ね、こうダーツやっぱもっとあのだから矢をもうちょっとこう、ね、早めに離すんです。ふわっ、心がけてるこれなん、これいつも言われます。これなんて読むんですか。ですね、分かってます。ちょっと待ってください。あら、ちょっと待って。ああ、もう集中しすぎて飛んだ。川内じゃないんですよ。川内じゃない。最初の同じ。仙台。そうそう、ナイス。ハイビンゴ。はい、ナイスビンゴ。覚えてた。ねえ。パチパチパチじゃない。いや、だって忘れるって言われてたから。覚えてましたよ。ねえ、でもナイスダーツやったね、今日。すいません。ドヤ顔していうことじゃなくて。ドヤ顔させてください。優勝してんですからね。いやでもね、なんか今年の抱負は何ですか。こう幸先もいい優勝方だし。そうですね。なんかまあ自分の、まあ、手帳を持ってるんですけど。手帳。手帳に書いてるのが、うん、まず、うん、去年の、うん、そのまあパーフェクトに出てるんですけど、その10位以内の人たちを手帳に書いて、怖いでしょ、うん、ランキング10位をあの手帳に書いて、うん、名前を、フルネームを、うんうん、勝つ、一勝するぞ、あの予選でも、なんていうんですか、うん、その最初のロビンでも上がってもいいから勝つと。おで、この人たちに一勝でもできれば自信になるよね。そう、自信になるかなと思って、うん、まずそれが目標だと。で、それがこうで、ちょっと高並して20位以内みたいな感じです。ああ、でも全然、でも狙えると思うけどね、ちょっと考え方次第じゃ、うん、だからまたこう一応目標はそんな感じで、そうね、はい、そうね。こう杉の木にこう人形作ってこう、はい、いやいや、そういうことはそんなんじゃない、もう本当になんかもうやっぱね、もう年取って頭固くなってるからなかなかあの覚えれないんですよ。言われて分かってるんですけど、ダメなところやりますってなってもできないんですよね。でもちょっとなんか前ほらちょっと手が動きにくかったとか、ね、そう、あれはもう克服できた。あれはなんかいやきつかったですけど、今はだいぶ克服できたかなって持ってますね。このね、動きがすごい柔らかくなってきたから、あとはなんかダーツが下に行くのがちょっと気になるかな。そ、ね、まあ、それはもう本当に毎日注ぎから話すの遅いって言われるんですよ。いやでも注ぎここで話せって言われるんですけど、分かってるっていう。そんな難しいよね、どこで話すか。まあでもそれはもうすごく教えてくれてるんですけど、私ができなくてなかなか難しいかね。いやでもなんか今日なんか、いやでも本当に嬉しいですね。ちょっと本当に嬉しいですよ。ありがとうございます。え、根性あるよね。いやでも今日もちさんも来てないし、なっちゃんも来てないし。あ、そっか。そのはい、だからでも今日さ半優勝くらいです。あ、そう、はい、でも今日さこの雪でさ来ましたよ。意地で来たのがすごいよねいや途中であの引き返したらってあの言われたんですけど、いや半分来てから行くよっつって、うん、10人くらいで一緒来てたんですよ。いや、いい根性してるよね。おめでとうございます。いや、俺も待ってよかったすいません、あのずっと、いや準備スタートからなっちゃって、そうそうそう、すいません。今日ね、もう本当もうキャンセルも終わって で、ちょっともう待とうっつって、せっかくやからね、来れる人は待ちますって。おめでとうございます。ありがとうございます。
また美酒を、勝利の美酒を頑張ってください。はい、ありがとうございました。坂本伊代選手でした。